喋ってるみたいに喋ってるみたいな、なんかさ、あ、聞いた、なんて言いたいことを分かります。与えられたセリフを読んでるんじゃなくて、それになっちゃうみたいな、表意型、やっぱりね、それになっちゃう。そう、小学校のところの現場とか見に行くと、先生が教科書を読ませるじゃないですか、なぞるみたいな、なぞる教育をしているから、発想とか生み出すっていうのが怖がっちゃうっていうか、そういう脳になっちゃってるかもしれませんね。だから楽譜をなぞってるっていう感じだと、まあもうアンプも本番で弾くのも怖いですよ、きっと。なぞってるんですから。で、やたら難しい音符の数をなぞっていくって言ってね、って思うんですけど、でも逆で、自分が作曲家のように生み出してるっていう感覚で楽譜を読んでってるっていう感じ。だからすごく、どの作曲家なのかとか、っていうことをすごく考える。譜面を見るっていうことは、逆の人も多くないですか。作曲家ってちょっとどっかに行って、この曲、はい、なぞった通り弾かないといけない、間違えたらどうしようとか、そういう変な緊張感。そうそう、だからショパンの気持ちとか、ショパンがどういう人だったかっていうことばっかり推察して、これで楽を見ていくから、そうか、かわいい、あ、ごめんなさい、なんか時々こう、オリジナルのこうちょっとこう先生、ユーモアとか、本にないのをちょっとこう入れられたりすると、あ、本当だって、それは楽譜にないんだけど、きっとこうしたなってこう、その作曲家の弾いてる方が、その時代のそういう雰囲気の中だったら、その時代とか雰囲気とかは知らないんですけど、イメージですけど、きっとそうだなって思ったりするんです。なんていいことをおっしゃるでしょう。YouTube、そうだから、何だったっけ。そうなんでしょうね。しばらく切ります。何の話でしたっけ。ちょっと一旦切りますよ。ゆりは何の話したの。憑依型そのままってことです、ね、あ、そうです、そのまま。あ、そうか、だから先生がアドリブなさった時に、その本当だったら、そのあ、本当だったらっていうか、楽譜をなぞるパターンでいくと、それはなんかこう楽譜通りじゃないわけなんですけど、納得するんです。だってショパン自身がショパンの演奏するときって、毎回もう違った風に演奏してたらしいですよ。でもその時点でちょっとなぞるっていう文化とちょっと違うじゃないですか。そうですよね。そうその時のそれがそれなんですね。そうなのよ、その時のそれがそれ。それがそれで、あれがあれ。あれがそれ、あれがあれ。だから、あれの時はやっぱあれして、あの時はそうだから。あの時はそうだから、それなんだ。なんかこう固く考えちゃうんでしょうね。そうですね、表現の世界なのか、はい、マニュアル化っぽい感じのね、はい、やっぱり書いてる通りにやらないとって思って勉強してしまう。そう、うん、でましてやそこに何々先生がこうやって言ったからこうやって弾いてるみたいな感じだったら、もうそんなつまらない音楽はないですよ。何々先生はショパンじゃないですからね。あ、そうです。もう100歩譲ってショパンがそうやって言ったんだったら分かりますけど、だからレッスン、ピアノレッスンなんていうものは指導者が先生とは思わない方がいいですよ、あんまり。ショパンが先生と思った方がで、一緒に勉強してるっていう感じの感覚の方が、あ、こうですか先生みたいな顔色が対象がちょっと違いますね。あ、ショパンの何かを推察しないといけないのに、ね、B 先生のお好みはどれかなみたいな、今日は何も怒られないように部屋を出たいなみたいな。そうですね、まあ、ちょっと それをコンサートで、ね、演奏されてもちょっとお客さんつまないでしょうね。